し、やるか。ついに決勝戦、シングルプレー、ここまで来たか。決勝戦、最終決戦と。なるほど、なにこれ。熱血花園連合連邦がいるけど、聞いたぞ、松田を出しに熱血のやつを脅してたんだとな。事故に見せかけた爆弾もお前の仕業だな。それがどうかしたのかよ。そんな卑怯な真似をするのはなぜだ。卑怯ね、それはもちろん勝つためだよ。そうそう、次の決勝戦も君たちに有利なものにしておいたんだ。なんだと。それで勝って何になるんだ。ああ、不良の美学か何かかい。そんなものどうでもいい。結果が全てだ。家庭がどうあろうともね。なるほど、この時からもう勝ちたがり、負けず嫌いの東堂。熱血ごとき真正面から叩き潰さなければ全国制覇なんてできるはずがない。おお、全国制覇、みんなでっかいね。ラブラブ兄弟、そこまで言うなら君たちに任せようか。どうせなら花園と連合の厄介な奴らも一気に片付けてしまうのはどうかな。あ、それがいい。全力で国をたちを潰す。すべて君たちの望むように手配しよう。ただし負けたら君たちの居場所はないと思いなよ。これからも東堂に歯向かうのか。天狗が誰だってこそ。またるえ、どうしたんだ。心変わりか。ピンポンパンポーン、レフォーアイス。なんだレフォーアイスって。運動会運営部からのお知らせです。せいです。はあ、どうしたんだ。決勝戦に出場するチームを発表します。出場チームはなんだ。熱血高校チーム、霊峰学園チーム、そして多数のチームが棄権したため、あ、そうなんだ棄権か。花園高校チームと各校連合チームが敗者復活して決勝戦に出場することに決定しました。へえ。以上の4チームで決勝戦を行われます。出場される選手は校庭に集まってください。この放送委員って何者だ？山田？なんだろうこれ。ピンポンパンポン。誰だろうね。謎だぜ。お、どうだとこだい。僕と。相手を離さず、うん、おい、リキ、さっきの放送聞いたか。俺たち以外のチームが棄権したそうだぞ。ああ、聞いたぜ。手間が省けてよかった。そういうことだな。そうですね、ここまで来たらやるしかないっすよ。熱血チームに負けた金を返すいい機会っす。これは俺たちも同じだな。機会をくれた霊峰の奴らには感謝しなきゃならないな。うわあ、よくわからんが燃えてきた。空気の回ってやんの。待ってろよ霊峰、国を。いいねこいつ。どんどん速くなってんのこいつ。いよいよ次は決勝戦だね。そういえば結局霊峰チームの残りのメンバーって誰なんだ。そのことなら風の噂で聞いたんですが、ダブルドラゴン兄弟、早坂元梨、そして小林と望月だそうです。マジかよ。キャプテンクラスの小林と最速の望月、二人とも国尾さんクラスの強さじゃねえか。
この2チームも花園と連合だしな。大変だな。ニコニコしてんだ、国岡。白いやつと戦うのが嬉しいのかい？まったく予定通りだってのに、お気楽ね。そうだね。あ、ハセベ。ハセベが来た。お、お、ハセベじゃねえか。どうした？病院のお世話になったんだって。ああ、まあそれはいろいろあってだな。国がタジタジしてるぞ。どういうことなんだ。無事戻ってこれたみたいでよかったわ。めちゃめちゃな運動会のことなんだけど、おかしいなって思い始めてからうちの生徒会長を見張ってたの。その間に放送室から締め出されちゃったんだけどね。最後こそあいつの好きにはさせないって思ってたんだけど、決勝戦はダブルドラゴン兄弟がなんとかしてくれたみたい。ああ、さっきのやりとりか。それで正々堂々勝負できるって二人とも息巻いてたわ。花園と連合もリベンジに燃えているみたいよ。とうとう伝統の一戦が始まるんだな。これ熱くなってきたぜ。と決勝戦なんだからそれくらい盛り上がらねえとな。そうね、心配するだけ無駄だったかしら。厳しい相手だばかりだけど頑張ってね、熱血コーハー国岡くん。ハスルがニコッとしてるけど、今回はあれね、ハートマークは抑えめで国岡くんと話している。熱血物語の時とはちょっと違うクールなハスルさん、なんだかワクワクしてきましたね。英語には借りもたくさんあるしな。これで最後だ。気合い入れろよキャプテン。で、そっか、え、あ、そっか、キャプテン俺なのか。よし、行くぞ。顔の暗いのはね、ずっと治んなかったみたいだが。おー、いいね、青春やってるよなこいつら。ただいまより霊峰学園主催大運動会の決勝戦を取り行います。出場チームは熱血高校チーム、霊峰学園チーム、花園高校チーム、各校連合チーム、以上の4チームです。長らく続いた運動会もいよいよ最後となりました。この4チームにはどんな熱い戦いが待っているのでしょうか。お、手の声来た。ついに決勝戦です。優勝まであと一歩。ここまで来た実力を全力でぶつけましょう。まあ、スタッフのね、声だよね。うん、お、来た。熱血高校、花園高校、各校連合、連合学園。まあ、これだろう。黒か2か。まあ、もちろんキャプテンのテクノス国岡君を差し置いて、キャプテンかよ、一条いないんだ。そっか、仕方がない。おお、大切さの BGM。 あれ、必殺技なんだっけ。技の設定どうだったっけ。ダメです、忘れてるぞ。ステータス結構高くなってるな。一発で敵をかがませることができるようになっている。さあ、持ち続けないな。この4チームの対戦は燃えるな。向かい風か。
お、なんだ、どうした、落ち着け、逆走しだした、どうしたんだ、クロスカントリーは基本的に走ってれば、よし、クロスティックでさらに能力アップして盤石な体勢で挑んでいく。ここであれだな、ぐんぐん差をつけて点数を稼いでいきたいところ。さすがに望月早いが、スティッキーのおかげなのか、ほぼ遜色のない同等のスピードで走っているテクノス。ああ良かったんかな、このテクノスの名前で。まあいいだろう、元々なダウンタウン熱血行進曲というのは今なきテクノジャパン国の社長が元でな作られた、そういう作品だ。うわぁ起き上がるの早っ、大事なさも、まあ、あれだ、ほとんどダメージ受けてねえからか、いやぁということだ、クールな実況でいこうか、あれだな、叫んでしまうな、クニオくん、決勝だからな、緊張するな、なるべくね、一発で遊びたいしな、まさかね、ここで負けるわけにはいかねえからな、決勝まで来てスティッキばっかりあるけど、もしかしてもう望月のスピードを超えるぐらい強化されてしまったか、どうやらマジックステッキは重ね掛けができるようなので、そうだね、トリカかを、まあオンラインバトルとかでもそうだけども、対戦する時にはもうステッキを狙ってどん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 出て自分の能力を強化した方がね、いいだろうね、それが勝利への近道、これは大丈夫だな、この土のところを通っていけば、クロスカントリー風ありか、最後の直線ラストスパートは初めてね、プレイしたときはここで一流に抜かれた、いい思い出、懐かしい思い出がよみがえる、ゲーム内時間ではどうなんだろうね、1週間も経ってるのかっていう感じだけど、うん、そこまで対戦結果はまあもちろん熱血が欲しい、まあなんかね、最終戦を全部1位取ればなんかこう噂の、まあなんかあるらしいんだよね、何かあるらしいっていう動き情報をつかんだみたいな、ちょっとできればね、頑張って全てね1位を、まあ1キャラでってことなのかな、それともちょっとないよな、やっぱり連戦するには、テクノスの必殺技が何だったかちょっと覚えてないんだよな、まあ、ジャンプして B とか A とか押してれば何か出るだろう、何これ、コースが変わっている、いきなり水中面に、ここはどうすかな、強化しておこう、何が強化されるんだろう、全体的な能力アップするのか、それとも例えば速さが強化されるとか、打たれ強さが強化されるとか、まあ、攻撃力アップするとか、まあ、そういう風に系統別に分かれてるのか、まだそこまでの分析はできていない、まあ、パニコン版は今言ったように速さが上がったり攻撃力が上がったりなどがねあったんだよね、スティックで威力が上がるとね、劉備扇風脚、劉備乱風脚で敵をね、
すげえバーンとこう吹っ飛んでくる。もう気持ちよくてな。おお、ここか。リンクに入ってくんだな。サオットで早いな。大丈夫かな。やべ、危ない危ない危ない。塀を登っていくぜ。次は屋根の家だな。まあ、順調だな、順調。ただどんなね、コース設計になってるかっていうのがわからないので、気をつけないと。おお、かっこいいの出た今。首刈り投げ、ダブルドラゴン3から購入したね。必殺技なんだよな。ダブルドラゴン3といえば、まあ、ファミコン版の方で言えば、非常に難易度が高くてね、有名な外人だね。まあ、とにかくもうアングリービデオナードといえば、皆さんご存知。まあいい、そんな話はいいんだ。クソ、なんだ今のは。てめえ、そうか、今追い風か。もう向かい風に変わったか。向かい風のこうジャンプで前に進めなくなってしまうので、そう、風が強くてな。そうそう、こんな感じで速水もね、ジャンプキックで俺の登っていくのね、そしてしようとしたけども、向かい風のせいでジャンプが届かずに空振りに終わったと。こういう、なんていうのかな、天候によって変わるっていうシステム、実はもう常にファミコン時代からね、出しといていってみようね。現状でもファミコンでほぼ完成されているというか、それがね、今回現代版に、まあ、アレンジされてね、プレイできるっていうのは本当に嬉しい限りだね。ミセスの BGM ね。経験熱血ホッケー部っていう企業軍のスポーツゲーム。まあ、ホッケーができるんだけど、それがね、結構俺お気に入りでね。とにかくスピード感がね、すごいよ。クニオ君の中で一番スピード感があるゲームだよね。好き嫌いかなり分かれるゲームなんだよね。なぜかっていうと、まず難しいんだよね。だから大体の人が第5戦目ぐらいで、ユリガオカあたりとかね、花園高校あたりで投げちゃったりするんだよね。だけどそこ乗り越えてね、さらにまた壁があって、まあ、インターハイとかね、天王寺学院とかあるんだけど、あれだね、そして最後の大雪山かあるんだけどね、そこを突破した。そうなんだよ、インターハイ戦っていうのがあって、いいのかな、今熱血行進曲やってるけどね、バンバー、四天王寺、そして大雪山と、この3戦を連続で勝ち抜かないとクリアできないっていうね、そういう仕様なんだよ、ファミコン版は。だからバンバー実力倒しました、四天王寺倒しました、大雪山に負けました、そしたらもう2戦前からやり直し、バンバーからやり直しと。もうクリアできないユーザーが多発したんじゃないかな。一応俺は当時クリアしたけどさ、大変だったぜ。というわけで、なんとかあれだな、1位をゲットは、よし、やったぜ。そんな思い出深い大雪山のBGM でした。ソングって BGM、 ノスタルジックな気分に浸るのもいいし、暑いし、まあいいよな本当に。よし、ダントツだぜ。花園が2位か。ここだな、障害でどうしよう。
コン版だったら障害部屋っていうのはもうね、もう失格するかね、させるか、まあ、どっちかなんだよな、ね、最初の部屋入ったところでもう殴り合いが始まるっていうのがデフォだったんだから。策はね、お、なにこれ爆弾、お、なんかもうこいつら結構やりやすいんじゃないか、そういう気分かい、そっかな、やり合うか、やべ、汚れねえ、風みたいな動きしやがって、あ、二段ジャンプ、そっか、二段ジャンプを習得させていたのか、俺気づかなかった、二段ジャンプが使えると、まあ、障害部屋はもうね、もらったも当然、仕掛けが意味をなくしてしまうんだよな、ある意味初心者救済的なものとしてはいいかもしれないけどね、問題としては、まあ、オンラインでもオンライン対戦でも使えてしまうので、なのでまあ危ない、とまあこう落ちるだろ、この通り二段ジャンプがあればなんてことはない、リカバリーかも、何一万人にね話すことでもないんだけどね、さあ、OK、 なんかしてんじゃねえぞ、最後はこう正々堂々と戦えるっていうのはいいね、まあこう二段ジャンプでピョンと、これはなもう一つの必殺技は何だろう、勝ち抜き格闘ですから使えない必殺技か、何だろう、まあ、次の玉割りだよ、玉割りが一番難しいんじゃないか、1位取るの安定して取るのは、クロスカントリーと障害部屋は、うん、クロスカントリーはとにかく前を走るミスをしないように走る、障害部屋は2段ジャンプ使う、確実に1位これ、次の種目のことをそろそろ考えておくか、いや逆にあれだ、そういう邪心が少ない、今のことに集中しないでどうするんだ、格闘の指輪ゲット、この格闘の指輪なんだけど、ファミコン版では実は比較段階はさまざまなたくさんの種類の格闘の指輪があったというお話、ファミコンの製品版では実際は自分ぐらいが使えるというふうになっていたんだけど、例えば天殺の友人剣、マッハキックとかマッハパンチとかね、そういう技が実は格闘の指輪を持つことで使えるようになる予定だった、まあ、6の指輪まだ決まらないのか、この格闘の指輪のね自分魚雷っていうのは強いよな、本作ではあの無敵はなくなってんだけども相変わらず、まあ、強さ健在かな、うん、さてと障害部屋1回戦の結果が出た、1回戦か、少しずつ体力が削られてきたが、これ今気のせいかな、他の高校のステータス見たら普通より上がっていないか、西村の体力が300とかって見えたような気がするんだけど気のせいだろうか、これこれこれ、怪しい、何をやってるんだその画面端で、今だもわざわざ付き合わなくていいだろうに、あ
あー、行っちゃった。ちょっとあれだね、障害部屋の仕掛けが変わってるね。まあ、ご覧の通りこのバネのね、バネの横側に針が設置されている。これが今回加わった新しい、さらに今回のゲートコンベア、やばい、伸ばしちゃいます。これは俺のもんだ。ゲートコンベアとね、この張り手のコンビネーションちょっと厳しいな。なんか突破するのは厳しいな。なんかヒートアップしてんじゃねえの、こいつら。何回落とされてんだよ。なんだよこいつら、何やってんだよ。おお、なんと前だ。ああ、ああ、コンピューターを応援したくなる動画。動画って動画というか、よっしゃい、ああ、カウントボングがもう、ああ、ここ落とし穴あんのか、いいのかな。コンピューターはしっかりとここを抜けることができるのか。落ちてった前だ。なんかそんなような感じだよな。よし、なんとかこの障害部屋というか、これ落とし穴即死なので、これね、即死なので気をつけて進みたいところだ。ちなみにこのコースはクリエイトモードでこの再現することができるので、ぜひともこの後ね、遊んで楽しんでいいんじゃないかな。やめとけ。ちょっと待てよおい、今何が起こったの。自ら飛び込んでいったぞと。小林さん、どうしたんだよ。あれだな、まあ一つ言えることは、本作のねコンピューターはアホだね。うん、アホだ。しかしあれだな、全体的にこいつらのステータスアップしてるな。もう1200ポイントの差をつけたぜ。え、なに、ま、あ、そっか、たまりか、また障害あんのかとちょっと思っちまった。ここな、ここが大事、ここが大事。いかにこうね、他の奴らを寄せつけずに弾を割るか、割れるのか。もしかしたら着地技かな、俺が持ってんのは。大体着地技っていうのはね、レース系の競技で使えないので、ちょっとやってみます。違うで。あ、マハジョブか。ここは。やべ。二段ジャンプがあると非常にいいね。そっか、たまわりでもブロックをできるな。二段ジャンプがあれば、そうか、そういうことか。障害部屋のイメージが強くて、すがなかった。こっちだ、体力普通よりないか。違うかね。
忘れてたぜ。散々実況でさ、セキオブといいよ、セキオブといいよ、セキオブといいよなんて言ってたのに。まず自分がやるってね。よし、なんとか。しかし、思ったよりかなりのダメージを受けてしまったな。次あたりでドリンクが出ないと厳しいぞ。どうなんだ、全種目こいつで行かないといけないっていう縛りがあるのか。だとしたらちょっと無理だ、無理そうだぞ。全部1位取るだけだったら、クニオくんとか姿とかを使えば可能だとは思うんだけど、うわやっぱりそうだ、こいつら君の姿七瀬高見森本幸よりも全然強い。どういうことなんだ。たった1日でたった1日で実力上げたというのか。山口といえど侮れんぞ。まはたらきの強いやばいんだよな。やばい、まはたらき2人いる。作戦を変えよう。弾を割ることに専念する。走るのは得策ではないな。どうしようかな、次の勝ちの企画とは。テクノス一人で優勝できるかなって思って、やばい、危ねえ。ここでワシオに割られたらやばい。動画的にはさ、ピンチな方がいいかもしんないけど、やってる方はヒヤヒヤもんなんだよ。なんとか全部1位を取らねば。よっしゃ、これがあるか、生の感触か。よし、ミカプト6、6回もやんのか。どうすっかな。さすがにそうだな、クニオたちの力を借りるかな。ゴーダとかリュウイチ相手だったらね、姿の方がいいかな。今作クニオくんね、まあファミコン版でもそうだったんだけど、そこまで強くない、まあ、ジャンプキックが使えないっていうのがね痛いのかな。武器がない、まあ、夏シュートが使えないってことだから良かったのかもしれないね。お、いきなりちょっとあれだ、下は危険のようだ。あ、そうだ、あ、クロスでも良かったかもな。そいも引いて逃げるんじゃなかった。くっ、こんな攻撃、単純な攻撃にやられるんじゃねえよ。ファミコンで何体ダブルドラゴン倒してきたというんだ、忘れたのか。おお、ダブルドラゴン退治できますか。くさっ、赤くなる状態、まあ、俺は熱血状態って呼んでるが、熱血状態にあると全体的な能力がアップする。扇風車ぶってるだけじゃねえかこいつ。ちゃんと当たって、やべ、なんで食らってんの。
こっちのか。やべ、攻撃力高い。やべやべやべ、くんだくんだくんだ。お、自ら。そうか、勝ちを譲ってくれたか、ダブルドラゴン。これが彼らの言う正々堂々というバトルか。よくわからんぞ。まあ、忍びだからな、やっぱりこう、なんていうのかね。まあ、やられる前にこう、撤退するという、まあそういうのが身についているんだろう。やばい、リキ。リキが来たらさ、まあ、出すしかねえよな。クニョクも。しかしね、このく、あのリキは、普段よりもパワーアップしている。果たして。入院していたクニョ君にパワーアップしたリキを倒すことはできるのだろうか。なんとここはしょうがない。これを使おう。なんでシュートで、なんかあれだね、安全は避けた方がいいな。乗ってきやがる。いいね、ダブルドラゴンの光だけ。やべ、なんてことだ。いや、分かってたことだろ。くそー、人気のやつ。じゃ、逃げてるじゃね。熱血走破の流したるんで、リキ来いよ、お前相手してやるよ。そう、まあ、吐き付けしかねえっていうのは厳しいな。いや、トルネードアッパーとかいうね、かっこいいよ、ね、新必殺技を仕掛けてきたっていうのよりよ、君よりもちょっと何か技があってもいいんじゃないか。あ、今後なんかこう DLC でクリア効果みたいな、じゃあなんかね、テクノスパンチが追加されたぞみたいなね。そうそう、テクノスパンチといえば、まあ、そんなサイトもあったね。テクノスパンチといえば、まあ、クニョ君後期作品鉄骨格闘伝説からもうすでにテクノスパンチだったかな。あったよな。あ、ストリートバスケットはあったな。最初にクニョ君がね、ファミコンカセットを入れると、クニョ君がこっちのこの画面のね、外に向かってパンチを繰り出すんだな。それがテクノスパンチと呼ばれている。あれだな、ヤジで出会うか。ちょっとやるよ。まずあれだな、リキとの対話に持ち込むために邪魔なダブルドラゴンね、弟はリュウジを倒しておこう。よし、リキやろうぜ。うおー、なんだその強いの。こっちは曲がりきるしかねってのに、ジャンプキックが使えねえよ。おい、くそ、耐久マハパンチ。やばい、やべ、やめろ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 。リキ、話し合おうぜ。リキは友だったではないか。まあ、友と書いてね、強敵だろう、強敵、強敵と書いて友と呼ぶ。くっそー、なんだその絶妙な間合いの取り方。おい、くっそー、恐ろしい。全部1位で縛りさえなければ、もうとにかくあれだな、いいのか、こんなせこい戦法で。よし、なんとかやったか。最後はちょっとね、かっこよくパンチからのマハキックというコンボを決めて KO。 ふぅ、なんとかここまで一応全勝。まあ、テクノスでの全勝ではないが、何今5台288体力、まいったな。そうだな、ここはそうだな、高峰で、高峰のスピンアタックにかける。
身のスピンアタックもすでにご存知の通り、画面端でスピンアタックを連打するだけで空中コンボをずっと回避して、あとこれやエキブリポイポイのようにワンを仕掛けてキャップを待つ、これが高見の情報中の力だ。高見にいては情報は力なり、高見ってこういう力だぜ、誰も来ねえからな、戦うわ戦うわ、神人といえばこれでしょ、ジャンプキック、すっげーダメージだよ、来た、そうめ、よっしゃ来た、くそ抜けられた、マジか、くそやめろ、そのマッハステージ怖すぎる、しかし高見な比較的防御力が、まあ、打たれ強さが高いので、マッハ踏み踏み、あ、なんだ、これどうした、しゃあ変な動きするなこいつ、やべ、よし、やった、3回か、これを全て1位で勝ち抜けるのか、熊小林か、小林か、そろそろテクノスを参戦させたいけども、ここは七瀬のダブルチョップにかける、これでね気をつけなければならないのは熊田の人間魚雷、一発 KO が怖い、そして小林、霊峰の最強は実は、おなんだよ、ドリンクあったのかよ、くそー、テクノス出せばパクまあいいっすね、やらない、よかった、今回はもうなかなか強いんだよ、ダメチョップ、ダメチョップはちょっと待って、ジャンプ起動回数報酬できるので、うおっと、とにかくまずは数を減らさないとな、アーセにとって武器は無用の勝利かな、そうだ、このスライディングって技が加わっていたのを忘れていた、しかし判定弱いな、まあ物物語のように壁で跳ね返った武器に攻撃判定が残っているのか、つい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 忘れてしまうんだ、いらんそんなもん、くそ怪しい、高くねエロ本やろ、意外と階級あるんじゃねえの、小林より健闘している、そんなバカな、やべ、ものすごい速い神速の刃を見た、変な声が出る、まるで5台になったような、やめろやめろやめろ、これで落とされたら終わりだからな、全てが水縄だぜ、うまい、ジャンプ2段キック、ファミコン時代では殺しかるやつは熱血こう、うお危ねえ、やめろこいつ、ヒヤヒヤさせんじゃねえ、上で待ち構えよう、よし、やばいな、ジャンプキック合戦に負けてる、よし来た、投げ抜けからのジャンプキックでね反撃しての攻撃か、あと2つこれで全勝だ、さてそうだな、そろそろゴーダ来たか、ゴーダ相手にはもうそうだね、もう体力ないかな、テクノスお前の出番だ、ゴーダは強いぜ、とにかくやっぱり頭突きがやばい、
アメスターの方には絶対に行っちゃダメだね。落とされたら終わりだからな。頼むぞ。ファミコン時代は最強必殺技と言われたマハチョップ、使用禁止まで言われた禁止の技。そうだ、こいつらやべえ。いらん。確定要素は危ないものは殺してやるぜ。危ねえな。マイボール、マイボール持ちか。ボーリングの球らしいぜこれ。砲丸とは言ってたけどな。砲丸だよな。砲丸投げのこれ。PC エンジンまではないか。ボーリングの球が登場している。よし、こいつら勝手に突き合ってくれたから、これは最後もテクノスでいけそうだな。うん、行きましょう。最終戦は、まあ、ジキャラのねテクノス、俺が敬愛するテクノス、行くぜ。最後は決めてくれよ。なんだよ、西村の大人でスタート目、こんな奴らじゃ俺の相手にはならないぜ。余裕だな。さあやってやるぜ。お、ちょっと格闘場が狭くないか。まるでファミコン時代を思い出すような、この狭さ。お、タッチを。やる。次はとにかく捨てよう。やばい、危ねえ、危ねえ、怖い、恐ろしい、次危ない。二段ジャンプが当たんない、逃げろ。パンチ重えな。絶対普段は食らわない技なんだけども、もう最終戦で今ね、リーチかかってる状態なので。やばいな、緊張が。二段通りの動きができるかどうか。さて、実況を終えることができるか。うおーうおぉ、すげえな、こいつ。やべ、恐ろしいってのそのためパンチ。普通にこれためパンチとかプラス30とか40とかいくからな。怖いよ本当に、恐ろしい。やべ、すごい、小林の弟子だけあったら一番アップしてんな。やべ、なんだものすごい、なんだ今の新速の振り下ろし。危ねえ、危ねえ、危ねえ、恐ろしいな。しかしこれで全勝はしたぞ。あとは情報を信じるのみ。いけるのか、これでいけるのかな。 10戦目、とりあえずあれだ、まあ勝てるはず。に戦った選手、戦ったぞ。あれ五代か。うん、まああれだ、少しぐらい点数与えてもいいだろうな。うん、祝勲章。あれ、なんで五代かまた五代か。まあな、五代は団体キャラの中でも人気あるからな。うん、まあ早乙女もな、花園の中での秀才かつイケメンだからな。そしてもっと、うわ、力か。うん、まあ、俺の国用のライバルだからな。うん。まだあるぜ、銀の城。見てくれてるよな。おお!2400 ポイント!きたな、これは。ちょっと安心したな。このね、個人賞で逆転されるってことね、何回もあったんで。そうか、1200ポイントか。さっきの技能賞がね2400ポイントだったけど、これで3600ポイントをゲット。さて、あ、これどうなるんだ、舐めてるやつでしょう。確か森本が出場してないんだけども、見ます。はい、ありがとう森本さん。結局一回も使ってなかったような、多分一条の方がね、森本より本作では使えるんじゃないか。よし、
清水お前も出なかったのか。沢口こいつは出たよな。確か玉割りかなんかで見かけたような気がするんだが、マイナス点だったのかな。そうそう、この霊峰学園で勝っていうのは基本的にキャプテンがねリーダーシップを見せたかどうかっていうので得点だね。3900ポイント、サンキュー、サンキューポイント、ありがとうございます。よし、ありがとうございます。あ、来た、東道グループ特別賞。ちょっと怖いな、なんだろう。お、高見え炭アタック派手でね、一時はちょっと邪の道に、悪の道に落ちようとしていたか、正常な道に戻った、そこを評価されたのか。不良がいいことをするとは褒められる、それだ。さて、どうなる、分かってきてるな。行くぞ、押すぞ。しっしゃー、やってやったぜ。よかったな。来た、13523ポイント。難易度は普通です、普通。うん、まあ初見プレイなので、まあ、でも13000ポイントいったか。2位が括弧連合、3位が花園高校、4位が霊峰学園、うん、テクノス、五代、早乙女、リキ、うん、おー、こんな感じか。そうだね、やっぱり技能賞とかね、確かね、2400ポイントとか。霊峰学園で賞で3900ポイントだったかね。そう考えると7000か8000ポイントぐらいもらったんじゃない？それが大きかったね。すげえな。どうだ、エンディングなんだ。勝った。俺たちが最強だ。泣けぜ、泣け。本当に勝てるなんて、僕夢みたいだよ。このチームが優勝できたのも半分はお前のおかげだ。よくやってくれた、ありがとな、クリオくん。半分？じゃあもう半分は？もちろん熱血硬派の俺だろ。なんだよこれ。ナリトマ、生徒会長どこに行ったか知らないか。生徒会長知らないな。副会長ならまだ学内にいたが。長谷部さんではダメだ、少々やりすぎる。そんなに慌ててどうしたっていうの。運動会も終わったことですし、ゆっくりしていったらどうかしら。なんかあれだね、後ろにステージかこれ。ゆったりとしてる、レイカお嬢様。お疲れ様でーす。どうしてやつらだな。あ、こいつかもしかしてアナウンサーってね、謎の、この頭小芝か。あ、小芝だったんだ。はぁ、あ、いい仕事がしたね。よかったよ、将来はアナウンサーになっちゃったりして。行こう。アナウンサーもあるからね。なお前ら生徒会長知らないか。あいつがどうかしたのかよ。そういえばさっき校庭で走ってるのを見たよ。え、うん、運動会終わっても走ってんのかよ、面白いな。まずいな。なんだなんだ、水が走ってったけど元気ですね。
ほどしいですわ。さあ皆さん、お祭りの後のブレイクタイムにいたしましょう。いいね。土方、皆さんにお茶をご用意なさい。あ、これあれか、 XBOX でね、そういえばレイカー登場したもんな。ご上位レイカー、その土方か、オープニングで登場した。分かってる人にはあれか、分かるんで。さんは手強いですね。つえ1年もいましたし、そうだな、俺たちも下の奴らを鍛えていかねえと。レキさん、さっきはすみませんでした。向上心があるわ、悪いことじゃねえけどな。心配かけんじゃねえぞ。いい感じで終わったことです。どっかでパーってやらないですか。男同士熱く語り合いましょうよ。なんかいいキャラだね、爽やかな。お前そういうの好きだよな。よし、いい運動した後だし、なんか食いに行くか。よっしゃ、リキさんのおごりで決定ですね。さあ行きましょう。誰がおごってやるって言ったんだよ。なんか押されてんぞ。おいおい、なんで俺まで。細かいことは気にしない。あだな、早乙女先輩の扱い方うまいな。おお、負けちまったよ。俺たちよりも、俺たちももっと強くなんなきゃいけないな。それより、このブースどうしたものか。俺はどうだいか、まあ、俺は男だ。クリオ君では全然違うキャラになったな。特に男だ。このまま帰ったら怒られっかな。おお、サジとはシナツーだったか。皆さん、お困りでしたら俺たちが手伝います。任せてください。みんな出番だよ。おーおーおー、来た来た。メンツが先日はゴーダさんのお顔に泥を塗ってしまって本当にごめんなさい。いいね、このなんかね、本当に困ってる顔ドットで表現された。お詫び的はなんですが、俺たちに任せてください。かっこ悪い姿を受けしまった後なのによ。最高だぜ。光った。こいつら。すごいね、もうメロメロだね、ゴーダに。一生ついてきます。で、サジ、こいつ。あれ、カナスケは？両方のやつらじゃないか。待ってくれよ。なんで僕が？コードがなんだ、攻められてるぞ。これは。おい、君たち、こいつらをどかせろ。俺たちは負けた責任を取って霊峰のトップを降りたんだ。だからこいつらを散らせるなんてできないな。あらら、霊峰のトップ降りちゃって。あらららららら。ああ、松田、あ、こいつか。七瀬が言っていた。見たぞ。俺を使って七瀬さんを脅したってな。学園長の大切な壺なんて知らねえぞ。雲俺たちを悪者にしてくれたな。覚悟しろ。あらららら。くそー、クニョメおどう。こんな結末が。はあ、どうしたのじゃ。お前まだ気にしてんのか。そりゃ俺たち何も気にしてねえって。お前にも守るもんがあったんだからしょうがねえよ。姿、男の友情かな。ニカッ
ね、こいつら。親友だったっけ、姿と親友。うん、鳴らせって。ああ、タコの女の子と、おうちカジキに会えなかったな。俺のラブロマンスは、一体どこにあるんだ。一条。あ、俺たち、出番少なかったからな。ははは、ははは。ないよ、みんな頑張ってたよ、ね、お疲れ様。出ました、あざとい話し方。桃太郎さん、じゃあ俺のかっこよかったところ教えてください。田舎から出てきた一条くん、踏み目指して頑張っている一条くん。そうだな、あのね、あら、ちょっと恨んでしまってるよ、おとなちゃんが。なんか、あら、暗くなっちゃって、あら、一条。一条の顔がガーンの顔になってるぜ。あらららら、一条が、ちくしょう。いいね、面白いね。悲劇だね、いろいろあった運動会でしたね。いい加減マスク外してくれよ。あ、マスクしてるから影があるのか、そういう設定なのか、そういう風になってんのか。まあ、他のまだユニットキャラで試してないから分からんけどさ、ね、体がカーッと熱くなるっつうか、ほんとたまらねえ試合だったな、ヒロシ。テクラス君も最高です。ヒロシ、お前の今後に期待しかできねえやな。俺も気を引き締めていかねえと。もういいね、熱血後半。はい、頑張ります。一瞬だな。いや、いいね、なんかいいわ。東堂バカね、やったことが自分に返ってきたのよ。あらららら、これは熱血行進曲ファミコン版の結末とはまた違った。東堂、しかもこの BGM 卑怯だろうが。くそ、これね、やめてくれよ。いや、くそ、いいよね、この BGM。 お、なんと、ほら病院行くわよ。長谷部優しい。なんで今の次へとか、今なんか一瞬出たけど、あれスタッフ、あらら、終わりか。あー、10戦目行けなかったってことなのかな、これ。もしかしてあれか、エディットキャラで全部1位を取らないといけないのか、そういうことだったのかな。あれ、1条早いな。高峰がジャンプギロチン、あれ高峰ジャンプギロチンなんて使えたっけ。なんていうのかな、これ熱血格闘伝説のエンディングになんか似てるような感じ。なんかこの走って、おお、なんかいいね。久しぶりにこうダウンタウンのね、くにょくの世界ね、なんかこう楽しませてもらったというかね、浸れたというか、素晴らしいね。サウンドね、沢和夫、この BGM、 そう、この BGM こそね、クニオくん、クニオサウンド。おお、姿と七瀬が、無限ループか、こいつら。なんかいいんだ、
デバッグ、あれ一人だけか。金子高文。プロデューサーが永田浩二。浩二か。浩二？あの浩二なんか。違うか。甲斐浩二じゃないよね。エグゼクティブプロデューサー、キノオカミの。ひらがなのね、こう流れるっていうのが、今こういうゲームないからね。まさか2015年の今になってね、このスーパーファミコンのような、ファミコンのような、え、誰だこれ、誰だこの子、え、ハセベかな、ん、おお、クニオがやっと使えるようになったか。クニオが使えるようになった。リキが使えるようになった。最終決戦。トロフィー獲得。サオトメ。リュウイチ。リュウイチ、ダブルドラゴン兄弟。カットミノモツ。小林。産業。オーナー。五代。おお。大体12ぐらいか。12、13。なんだろう、ステータスはやっぱりマックスまで上げないとあれなのかな。もしかしたら。それが条件かな。あ、そっか。必殺技の入れ替え、するか。ちょっとね、なんかしみりしちゃってさ。さっきのちょっと、まあ、エンディングをね、見てるのちょっと、なんていうかな。どうしよう。天殺竜神拳、バクマ竜神脚とかやってみるか。あ、ないか。これかな。天殺竜神拳と暴術スペシャル、これに、これにしよう。はい。いや、登録するでしょ。よくわかんないけど。なめんなよ。これで登録できるんだ。これで終わりか。祝シングルプレイ普通クリア。よし、やったぜ。やっとクリアしたって。なんと1時間も経ってんの。1時間も経ってしまったか。あー、よかったね、本当に。噂によるとね、まだ実はこの先があるって、第10戦目があるという噂なので、まあ、つないで次狙ってやっていきたいと思うんだけど、これで今全勝したけども10戦目が出なかったということは、いや、どうなんだ、今スタートしてちょっとやってみる。どうなる、どうなる、シングルプレイ。まあ初めから、そうだよね、初めからになっちゃうよね。というか幻の10戦があるという噂なので、もしかしたら次回それどうしようかな。まあ回復できたら上げていきたいな。いや、条件がね、なんだろうな。まあ想像するには一つ考えられるのは、エディットキャラで、まあ全勝すること、もう一つ、あの、エディットキャラを最大まで育てることかな。なんかそれがありそうだな、おそらく。だから、まあ、積み重ねが大事だと思うんですよね。どんどん出していって、キャラを強化して、で、最後の決勝戦で勝つと、幻のね、決勝戦で。まあ、それはなんか登場するね、ある人物がいるっていうことなんだけど、それはもう、次回お楽しみに。というかね、みんなもこう、ニオグのね、テストをして、プレイして、自分でやっぱりエンディングを楽しんでもらえればな、と思います。いや、よかったな、本当にね。よかった。最初のね、まあそうだよね。
うん、あれだ、うん、あれだ、うん、よし、ありがとうございました。あんたのテスコーヒーもね、実況プレイ動画これちょっとシリーズ上げてきたけど、ここまで見てくれてありがとうございました。まあ最後だけ見た方もいるかもしれないけど、ありがとうございました。まあ、最後ね、次回もあるかもしれませんので、よろしくお願いします。みんなもね、よくやろうぜ。またな。